こんにちは。三兄弟二郎です。今日は、じゃんこのホームセンターで、まあ大0 0円ぐらいで買った、この白髪染めを試したいと思います。ね。こんな感じです。たった一回で白髪が自然に染まるという。 ね。まあ、どれぐらい私が白髪があるのかと言いますとね、この横の方、見えますこれ。ね。こっちとか。ね。後ろの方、どうなんやろう。自分で、ちょっと後ろの方が見えないので、ちょっとわからないですけども、まあ、これぐらいの状態です。結構こう、ね、ここ短めになってるんですけども、伸びてくると結構、 ね、白髪が目だったり、この上の方も、やはり白髪が結構あるので、えー、まあ結構あの、年よりも老けて見られたり、まあそういうことになると嫌なので、ね、これを試してみたいと思います。ね、1000円ぐらいで、えー。まあこれ買ったのはもう半年ぐらい前だったんですけども、とうとうね、撮影する時が来ました。ね。 ま、使い方としては、ま、一度でしっかり染めたいということであれば、あの、乾いた頭に、え、これをね、え、適量手に出し、乾いた髪全体によくなじませます。え、そのまま3分から5分放置します。その後、十分すすいで、え、タオルで拭いて、ドライヤーで乾かす。ね、当然あのー、 お風呂で手軽に濡れた髪に塗っても大丈夫ということで。まあ、まあ、髪色を試すため、あ、保つために週2、3回を目安に使用すると。まあでもこれね、どれぐらい持つんですかね。週2、3回はちょっと難しいので、多分2週間に一遍ぐらい。まあそういうので持てばいいかなと思。まあとりあえず一度試してみて、ね。 これの色が抜けた時に結構ね、白髪染めすると茶色くなったりすると思うんですけども、まあそれがあるかないかっていうのもね、一度ちょっとやってみたいと思いますけども、とりあえず一回だけやってみて、その後どれぐらいで色が抜けていくかということを定期的にね、検証していきたいと思います。ではやってみますか。今の当然ね、 上半身裸になってますけどもねこれに塗った後ね T シャツ抜いた時に T シャツにこのね液がつくのが嫌なのでじゃあとりあえず塗っていきますはいじゃあのとりあえず適量を手に取るということでねどんなになってるんかなこれ ピンポン玉。ショートでピンポン玉一つ分って書いてあるんですけども、まあショートって言ってもだいぶショートなので、まあとりあえず、これぐらい、ね、手に取って、いっぺん馴染ませてみますか、頭にね。これどんな感じになるやろ、これ。ね。バンよし。横、横からやろうかな、これね。ん なじませると。あんまり地肌につけない方がいいんですかねこれね、まあ。とりあえず。うわ、すげえ、これ。こんなんです、これね。これやっぱり T シャツ脱いおいてよかったですね、これ。これ T シャツにつ <laughs> いたら大変なことになるぞこれ。えー、怒られてもあね嫁さんに怒られてもあ、えー、よし。 よし、この、頭の後頭部も、十分。よし。ほんでいいかなちょっと、はい、見て、ねえ。ちょっとサムネイル用でなんかこう、なんかこう、やっておます、こうね。こんな感じですか。ほんでいいかなねえ。あら、あんまり、もうちょっと、 もう光になると思ったらもう大したことなかったですね、これね。で、えー、3分から5分待つということで、ね。じゃあの3分から5分待ってからこう進すみすたいと思います。はい。はい。5分ほど経ちましたので、ね。ここはちょっとおでこ黒くなってると思うんですけども、ええー。 洗い流したいと思います。今、手は洗ったんですけども、まあ、石鹸で洗ったら黒いのは取れたので、まあ、肌についてもまあ、取れやすいかなと思うんですけども、多分これ、頭洗った後、えー、タオルですね。白いタオルはあまり使わない方がいいかなと思います。ね。黒ずんでくると、ちょっとね、まずいと思いますので、いろんな意味で。はい。はい。 えー、頭を洗ってきて、えー、洗ってきました。えー、シャンプーとリンスも使って、で、あと、ね、ドライヤーで乾かしました。で、でタオル、ね、上がった後にあの、えー、頭を乾かすためにあの、拭いたタオルですけども、まあ、あえて白いタオルを使ったんですけども、ね、全然黒くには、黒くはなってないです。 ええー。まあ、しっかり洗い流したっていうのもあるんですけども、えー、で、どうなったかな、これね。はい。どうすか。少し、白髪が、さっき見たらあったような感じですけども、まあ、後ろどう、どうかな、後ろ。ね。後ろわからんかな、これね。で、上の方、ね。 もしかしたらこの短い部分はなかなか染まりにくいのかなという気はするんですけども、まあ上の方はまあ黒くなったかなという、そういった印象があります。え、ね。ということで。まあちょっとよく見てないので、はい。ね。ということで、この カラートリートメント。まあ、1000円ぐらいですけども。まあ。うん、まあ、使い続けると、ね、心あたりも少しまだ白く残ってるのも黒くなっていくのかなと思います。ね。ということで、大成功とは言えないかなと思うんですけども、これね。一回でしっかり染めたいという。まあ、そういった思いはちょっと、えー、やり方が悪かったな、悪、 買ったのかなという気ももすするんですけどもちょっとね、なんとも言えないです。ということで、これ今日はこのカラートリートメントを試してみました。では、また